様、さっきは思わず抱きついてしまいましたけど、冷静になってみると、その姉様は今まで一緒に旅してきたドラゴンさんで、だからなんというか、すまないアリシア、戸惑わせるような結果になってしまって。正体を伝えていればこんなことにはならなかったのに。姉様のことですから、伝えられない理由があったのでしょう。あったのですね、やっぱり。でもどうしてそのような姿に。ドラゴンになったのは、そんなことがあったなんて。アリシア、私たちがいなくなった後は。おば様の家に引き取られました。そんなすまなそうな顔しないでください。私は温かく迎えられましたし、そこで友達も。アリシア。それより、姉様、姿が10年前のままなのは。私にもわからない。ただ、姿が変わらなくなったのは、邪神に呪いをかけられてから。姉様と話し込んでしまって。剣士様も話したいことありますよね。ああ、言いたいことが、聞きたいことがある。食事しながらにしよう。スープ冷めちまうぜ。そうですね。姉様？ん？ドラゴンの時の習性が。一瞬どうしたのかと思ったよ。はあ、情けない。いろいろ聞きたいことはあるけど、そんなのは後だ後。今は元に戻ったことを祝おう。そう
ですね。さあ、大宴会だ。感謝するのは私の方なのに、祝ってもらえるなんて、なんだか申し訳ない。アリシア、前からあんな感じなのか、喋り方とか。姉様でしたら昔からだいたいこんな感じでしたが、それが何か。いや、ちょっとイメージと違っていたかなと。
二人でどっか行こうか。